はい、どうもトラキチの無課金ハオーロード阪神受精編です。今日でログインが、718日目ですね。はい、現在2021年、6月4日の15時2分なんですけども、今回ですね、阪神受精編の方でミキサーやりたいなと思います。A ランク自陣ミキサーもねちょっとやりたいなと思うんですけども、これ3回やります。 A ランク自陣ミキサー3回、そして S ランク自陣ミキサー1回だけなんですけども、やりたいなと思います。はい。まあ、今回ね、この高橋遥人選手、去年のね、覚醒のローテーションチャレンジャーかな、それの、A ランク持ってましたんで、これ覚醒させまして、まあ、この5枚でいきたいなと思います。まあ、秋山選手、木浪選手とね、まあ、実は阪神受精編もね、ここ2回連続かぶってますんでね、この秋山選手、木浪選手かぶれてきたんですけども、これも入れて、糸原選手も入れて、3枠潰せますんでね、ぜひ、ちょっと2位ついた選手ね来てほしいなと思ってます。はい、その前にですね、俺の球場飯ですね、はい、進行状況なんですけども、あと3日と23時間ということで丸4日残ってて、丸2日経った進行状況ですね。現在、累計イベントポイントが1510ポイントということで、もうね、まあ、半分近く来てますんでね。今のところね、一応ね、エナジー一つも使わずにやりまして、まあ半分近く来てますんでね、二日目終わりでね。まあいいペースかなと思います。このまま、まあ、エナジー使わんと終われるんであればね、それが一番いいんでね、そうしたいなと思ってます。はい。球場飯の種類もね、60種類ということで、あと3種類なんで、まあ、こちらもまあ、いけるかなと。あと4日もあればね、十分いけるかなっていう感じなんで。まあ、エナジー使わんと、今のところ、累計イベントボード1510ということで、まあ、半分近くいってますんでね、非常にいいペースなんじゃないかなと思ってます。はい。それでは、まず、A ランク自陣ミキサー3回やりますんでね、A ランク自陣ミキサー、星選手確認しておきます。まあ、このアカウント、阪神純正だけでやってますんで、阪神の選手なんですけども、まあ、一応ね、一番欲しい選手はチェン選手ですね。チェン選手、今 A ランク2枚持ってるんですけども、まあ、今後ね、まあ、S ランク出るかどうか分からないですけど、一応出た時用に最低5枚は欲しいなと思ってます。あと、まあ、佐藤選手ですね。佐藤選手は、前回のね、A ランクチーム契約書かな。前回の動画で A ランクチーム契約書で1枚取れまして、この通常の佐藤選手ね、取れましたんでね、合計8枚持ってるんで、まあ、ずっと覚醒させずにね、置いてたんですけども、今回ちょっともう覚醒させて、A ランクのね、佐藤選手、通常も出ましたんで、もう称号用とかもね、取れそうなんで、まあ、覚醒させたんでね、佐藤選手も今回も欲しいなと思います。あと、大山選手、梅野選手あたりも、狙っていきたいなと思いますね。チェン選手、大山選手、梅野選手、佐藤選手、このあたり狙って3回やります。いきます。A ランク自陣ミキサー、まず1回目もう上からいきますね。はい、まあ、佐藤選手、チェン選手、大山選手、梅野選手あたり欲しいです。いきます、1回目お願いします。さあ3回やるんでね、ちょっと今言うた欲しい選手ね、1枚か2枚欲しいなと思ってます。さあまずは誰、サンズ選手、そうですね、2021シリーズ1の S ランクを極みで持ってて、もう称号もつけてるんですけどね、まあまあいいです。はい、サンズ選手か、最近よく来ますね、サンズ選手ね。はい、それでは2回目いきます。サンズ選手はか、危ないとこや。この5枚でいきます。いきます。佐藤選手、チェン選手、大山選手、梅野選手、お願いします。さあ誰来るか、佐藤選手、チェン選手、大山選手、梅野選手、これ4名来てほしい。さあ誰、糸井選手か。糸井選手結構ね、僕持ってるんですよ。糸井選手もう10枚ぐらい称号用で持ってますね。はい、結構来ますね。はい、うん、なかなか難しいな。最後ですね、3回目いきます。この前でいきます。佐藤選手、チェン選手、大山選手、梅野選手ですね。はい、この4名誰か来てほしい、お願いします。来てくれ。さあ最後、さあ誰、
マルテ選手か。うまいことけえへんな。うまいことけえへんな。マルテ選手もね、称号を何枚か持ってますね。いやー、ちょっとあんまり幸先悪いな。はい、そうですね。まあ切り替えていきます。はい、続きまして S ランク自治ミキサーやりますんでね、まあ、1回だけなんですけども、一応欲しい選手確認してきます。まあ、ここのところね、この阪神純正編も2回連続かぶって、12球団編の方はね、もう今5回連続かぶっててね、まあ、僕自身では7回連続かぶってますんでね、 S ランク自治ミキサーね、まあ、今回はでも、この秋山、木浪選手で秋山選手で糸原選手と、この3枠潰せますんで、もうかなりいけるんじゃないかなと一応思ってるんですけどね。これでまあ青柳選手、サンズ選手、近本選手来たら、もうほんまね、どうしようかなと思ってますけども、もう誰が来てもいいんじゃない、かぶらず来てくれればもう本当誰が来てもいいんで、まあ一応ね、馬場選手以外は2020シリーズ2を極みで、称号つけて持ってるんでね、継承という形になります。で、馬場選手は A ランクレベルマックスで7枚持ってますんでね、まあ、S ランクは持ってませんので、まあ、ぜひ来てほしいなと思いますね。まあ、でも、被らなければ誰でもいいです。はい、そういう感じでいきます。さあ、今回こそ、被らず来てほしい。そうですね、この秋山選手、木浪選手、糸原選手、3枠潰せます。で、覚醒させた高橋遥人選手。で、タイムスリップの松井選手。入れていきたいなと思います。いきます。被らず来てくれれば誰でもいいです。もう、被りはごめんです。いきます。かぶらず来い、お願いします。ほんまにかぶらんと来てくれ、もう嫌や。さあ誰来る。もうなんかドキドキするわ。かぶんなよ、あかんで、かぶったら。さあ誰、おしよかった、かぶりませんでしたね。岩崎選手、はい、岩崎選手はいいですね。はい、2020シリーズ2をね、極みで称号つけて持ってるんですけども、継承できます。やっとかぶらんと来てくれました。いやこれ嬉しい。いやもう嬉しいというか、もうなんかホッとしましたね。やっとですね、やっとちょっとストップしましたね、かぶりが。はい、一応ちょっと能力見ますね、岩崎選手ね。はい、ここですね。はい、かぶらんと来てくれました。適正が中継ぎです。球威78、制球72、スタミナ65ということでね、球威がね、A に乗ってないということでね、これまあ称号でね、ぜひ乗せたいなとは思ってるんですけども、まあ最初から乗ってないっていうのがちょっと残念でしたね、これね。今回ね、岩崎選手2021シリーズ1はね、はい、まあ称号で乗せたいなと思います。はい、B 以上の球種も 2球種ありますしね、非常に強い選手ですんでね、頑張ってほしいなと思います。はい、まあ、何よりかぶらず来てくれたんでよかったです。はい、なんとかなりました。はい、はい、今回こんな感じですね。 A ランク自治ミキサー3回はちょっとね、欲しい選手は来てくれませんでしたけども、 S ランク自治ミキサー、やっと連敗止まったなっていう感じなんでね、非常にホッとしてますね。今回はもう本当に嬉しいというよりもちょっとホッとしてますけども、よかったです。はい、はい、今回こんな感じです。また動画あげますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラキチの無課金覇王ロード阪神純正編でした。